再開いたします。平成18年10月9日体育の日、岡山市武蔵スポーツ広場で第2回武蔵町内会運動会が行われました。当日は快晴に恵まれ、町内の人々がスポーツで親睦を深めました。この運動会の様子をデジタルカメラで撮影し、取材をする方たちの姿がありました。90枚ぐらい撮ってるかも。みんなの合わせればね、きっといいのができると思います。これ選ぶのが大変。この運動会を撮影した画像は即日武蔵電子町内会のサイトにアップし配信されました。準備挨拶先生勉強にもなりますし、楽しい集まりです。やっぱり世界が広がります。岡山市では新しい地域コミュニティとして電子町内会の取り組みが行われています。岡山県岡山市。岡山県の南部、岡山平野の中央に位置し、人口はおよそ67万人。桃太郎ときびだんごで知られる中国地方第二の都市です。岡山市街地には日本三大名園の一つ岡山後楽園があります。岡山藩主池田綱政が1686年から14年かけて作った名園です。園内の沢の池のほとりに立つと、黒い外観から別名宇城とも呼ばれる名城岡山城を望むことができます。また近年、岡山空港、瀬戸大橋、山陰自動車道など交通網の整備が進み、岡山市の拠点性は高まり、中国四国地方有数の大都市として発展を続けています。岡山市では IT 活用による市民情報化と地域コミュニティの活性化を目指し、電子町内会の拡大推進に市民共同で取り組んでいます。電子町内会、文字通りで電子的な町内会の活動ということで、インターネットを代表される ICT ですね、この技術を利用して町内会活動を行おうというものです。で、具体的にはですね、町内会の紹介のいわゆるホームページ、誰でも見えるホームページとですね、あと町内会の会員さんしか閲覧することができない会員専用ページ、この電子町内会システムと言ってるんですが、この2つのページから成り立っているものです。岡山市がウェブサーバーと電子町内会システムを提供、町内会が自主的にホームページを作成し、地域活動やエリア情報を発信しています。電子町内会システムによる電子掲示板 e 交流や電子アンケート e ご意見などの機能を活用し、会員相互の意見交換や地域情報を共有することによって地域コミュニティの活性化につなげようとするものです。電子町内会をきっかけにですね、世代間の交流であったり、また新しいグループの誕生というのも出てきています。平成14年3月に岡山市のモデル事業として7町内会278人で始まった電子町内会は、平成18年9月末現在55町内会3667人が参加しています。電子町内会による地域の情報発信と意見交換のネットワークが、地域コミュニティの新しい形として
全国的にも注目されてきました。武佐町内会は岡山市が電子町内会を発足した平成14年3月、第一次電子町内会公式サイトとしてスタートしました。 IT という言葉が出始めてですね、掲示板とかはだいたいうまくいかないなというのは分かってきて、 でも使えると、 おそらくそういう人たちがコミュニケーションを取るにとって非常にいいツールであるというのはなんとなく思ってましたので、岡山市にもぜひやってもらいたいなという働きかけもしながら、じゃあやりましょうかというふうな、ちょうどタイミング良かったですね。ですからもう井の一番に手を挙げて入りましたですね。武佐町内会では昔名所であったさびれた滝が電子町内会の掲示板での呼びかけで結成されたボランティアグループにより清掃、樹木剪定などの整備がされるなど、さまざまな交流が行われました。1年前まではね、もう全く道言うような道はなかったんですよ。入り口の道路だけでも整備してやろうじゃねえかいうのがまあきっかけだったんですよ。このように電子町内会が媒体となり、リアルな地域活動が活性化しています。10月のある日、武佐町内会では地域の子どもたちやお母さんたちが集まり、さつまいもの収穫が行われていました。芋掘りの様子も町内会の方によって取材され、電子町内会にアップされました。このように町内であったさまざまな出来事などが電子町内会のサイトで配信されています。インターネットとかパソコンについて素早い情報交換、それとやっぱり世界が広がります。自分自身も楽しいし、他の人もなんかたくさんこう記事なんかを入れてくださったらすごい嬉しいし、コミュニケーションがこういっぱい広がっていったらいいなと思います。武佐町内会のサイト管理は町内に住む安藤陽一さんによって行われています。ホームページの更新とか会員の加入手続きとかですね、会員と のやり取り、メールのやり取りとかね、そういうのは、まあ、町内の取材をしたり、そういうものの情報をアップしたり、そんな感じのことをやってます。はい、誰でも気楽にね、記事投稿したり、そしてそのまた閲覧をしたりというのを幅広い人にね、やっぱりしていきたいということですね。平成16年5月には市のモデル事業から岡山市連合町内会の事業に位置づけられ、住民自治組織が自主的に拡大推進に取り組んでいます。また岡山市電子町内会連絡協議会も発足し、意見交換会が行われています。さらに町内会独自のパソコン講習が実施されるなど、行政の手によらない市民情報化がますます拡大しています。武佐町内会では毎月数回パソコン講習会が行われています。今日もね、わからないこと聞こうもって一生懸命できました。それでまだね、これから表を作ったり医療するの、これから教えてもらおうと思って、まず、まあ、武佐のホームページを開いて、そこから旅行予約どういうふうな方法をして行ったらいいかいうのを教わってます。本当に優しくてよくわかるようにして、私はもう最高にこの年になって覚えて、いや幸せだったなと思っています。今までは受け身ばっかりだったけど、今度は自分で入れてみたいなと時々思うことがあるんですけど、なかなか入れる術がわからなかった、わからないし、だから少しずつ入れ方を覚えていきたいなと思うんですけどね。電子町内会は IT の普及により岡山市全域に広がりつつあります。単なる近所の井戸端会議が中心だった電子町内会も
市民が安心して暮らせるまちづくりのネットワークに発展。学校から地域の皆さんへのお知らせなどのさまざまな情報発信が可能となっています。何でもコーナーというところがあって、いざこれ配信しようということになると、冬に行って発生とか打つわけです。最終確認が出ます、こういうふうにして。そして内容確認をし完了をクリックすると、緊急情報は瞬時に配信される仕組みになっています。地域全体を不安にする不審者対策に力を入れている連合町内会もあります。行政だけではなく、地域の住民が自分たちの町は自分たちで守る考えのもと、パトロール隊、自主防災組織などの活動をしています。ここ総明学区連合町内会では、電子町内会を利用したメール一斉配信による防犯活動や、青色回転灯を装着した車で下校時のパトロールを行っています。だからまだまだスタートして間がないんで、完全にパトロールができとるとは言えんのんですけど、ただ今9代9人の方が仲間で話をしておるのは、まあ、我々が核になって青パトでも始めておれば、住民の皆さんの意識も高揚してくるだろうと、そして地域全域で、防犯自主防災体制がいずれ整うだろうと、まあ、焦らずに頑張ろうというのが今の段階なんですわ。町づくりの中核の中にやはりこの学校を据えて、その学校を中心にこう町づくりをしていくと、まあ、情報発信も学校を中心に情報発信、人が集まるのも学校を中心に集まる、そういう町づくりを、まあ、ここの地区はされているというのが私はもう大きい特徴だと思う。町内会の組織が一体となった安全安心を守る活動のために、情報共有は重要です。迅速な情報伝達、そして情報共有できる電子町内会が必要不可欠となっています。このような電子町内会の取り組みが評価され、岡山市は平成17年度地域づくり総務大臣表彰情報化部門を受賞しました。電子町内会を利用して地域の情報というのは地域のみんなで共有しようじゃないかという取り組みですね。それに、そういった取り組みを行っていこうというのが今後の展望であり課題であります。ですから単に電子町内会活動ではなく、まあ、地域のコミュニティですね、全体的なコミュニティの一つの道具として使えて、いけたらなと思っています。岡山市の電子町内会は町内会活動や地域コミュニティの活性化のみならず、学校、保護者、地域の住民などが一体となった活動へと新たな一歩を踏み出そうとしています。